一方、新居浜市では地域活性化と親子3世代の交流を楽しんでもらおうと、和栗江新居浜ワクワクマルシェが開かれました。会場には県内50店舗のキッチンカーや雑貨店などが出店したほか、ティラノサウルスとの触れ合い体験や、蛇口をひねるとセトカのジュースが出てくるコーナーも設けられました。また広場では手足を使って色塗りするコーナーも設けられ、子どもたちが思い思いに色塗りを楽しんでいました。安近短でこう、ね、天気もいいんで、まあ、はい、ワクワクしてます。今日は車椅子のおばあちゃんと一緒に来れて、子どももとても楽しそうで嬉しそうでした。訪れた家族連れらはゴールデンウィークの一日を満喫していました。